どういうことかっていうと、例えば数リモデル化されるとその現象が再現できると言いますよね。でも単に現象を、例えばセミの場合はもう勝手にセミが13年17年で泣くっていうのは、そのどうして泣くかっていうことを説明するために数リモデルを利用するわけですが、工学的な観点からは、例えば何かの現象があります、数理モデルにします、でシミュレーションして再現します。工学的にはどうしたいかっていうと、その結果をもっと良くしたい、今まですごくやりにくかったものをもっともっと便利にしたいっていう観点が入るときに、工学的なそのセンスがいるので、その時に例えば最適化っていうのがキーワードにあります。いろんな現象をそのまま適当にパッと流しちゃうとこうなる。でもその中で一番いいのは何だろうか、そういったことを考える学問だと思ってください。でそういうものをひっくるめて数理化学と言います。育成する人物像、どういう人、どういう学生さん、どういう卒業生を送り出したいかということですが、モデリング、シミュレーション、最適化などの数理化学の手法、まず一つ大きな分野として数理化学というものがあります。であとプログラミング言語、アルゴリズムなどの情報科学の基礎、また数理化学と情報科学、そしてリスク管理などの環境科学、要は大雑把に言うと数理化学、情報科学、環境科学の知識を身につけた地球に優しいシステムエンジニアを育成します。であと、特徴としてはですね、システム工学の基礎、システム工学も分かりにくい学問なんですが、かなり広いです。でこの学科のスタッフだけでもさまざまな分野の人がいるんですが、だからシステム工学を一言で説明するっていうのはなかなか難しいんですが、基本的には工学なので、最終的にはより良いシステムを作っていきましょう。でもより良いシステムを作るためにはどういうことが必要かっていうと、それを考えるための道具である数理モデル、そしてそれを実現、その解を知るためのシミュレーション、そういうものが必要になってくる、そういうものをひっくるめてですね、システム工学という情報技術、そのままですね、情報技術と数理化学を、これがシステム工学の基礎ですね。でそれにプラス環境科学の少年造形で体系的に学習していくんですよ。で先ほどちょっと言いましたが、高等学校一種免許上の数学の免許が取れます。まずは流体シミュレーションです。このシミュレーションは粒子法という計算方法を用いて水の流れなどを再現するシミュレーションになります。こちらのシミュレーションは津波発生を模して道路に津波がかぶさる様子をシミュレーションしたものです。でこちらのシミュレーションがこちらから流れてくるに対して、この通りある箱が倒されている様子をシミュレーションによって再現したものとなります。でこれらのシミュレーションを行っており、この津波による被害の想定ということで、特定の時間に特定の場所に達する波の高さの到達距離、そして交通の影響などといったことをシミュレーションしていきます。じゃあ最後に画像の分割っていうのは、この像のなんか置物の写真なんですけど、こういうのが最初に与えられていて、で今この赤と青の線があるんですけど、この赤い線と青い線っていうのを、赤は物体ですよっていうヒントを与えてあげて、青は背景ですよっていうヒントを、使う人が、この写真に対して与えてあげて、であとはこのヒントをもとにコンピューターが計算してくれて、この今青が背景でこの物体を抽出しますよっていう、そういう問題です。今これがもともとカラーの画像なんですけども、さっき示したのはちょっとグレーになってたんですけど、今からそのグレーの画像に変換します。で、一応これをカラーの画像からグレーの画像にするっていうのも一応画像処理の一部で、
グレースケール化って言うんですけど、まあ、これもフード処理の一例ですね。じゃあ今からその対象を決めて背景と分割します。今この赤で書いてるのが物体ですよっていうヒントです。で、この下のあたりは影があるので物体との差が分かりにくくなっているので、こういうところにヒントを主に与えてあげます。こういう状態で与えてあげて、あとはコンピュータに任せます。するとこうやってちゃんと物体であることだけが抽出されて、抽出されるような感じ。使うマイクとしてここにあるマイクで、あの僕から離れているというマイクで、やはりこちらの音声の特徴を捉えにくいので、やはり音声認識というのはやっぱ難しいという状況下になっています。でここからも先ほど言ったような残響除去などをすることで、まあ、結果がどう変わるかというのを見てもらいます。それでは始めます。静岡大学で音声認識実験を行う。でこのようにあの今結果が出たんですけど、この1問目がこのマイクで撮った音声で、静岡大学で音声認識実験を行うという、まあ、完璧にあの認識できているんですけど、まあ、ちょっとこの遠隔マイクに、ね、こちらで撮ったマイクですとちょっと全然違う言葉になってしまっていると思います。まあ、このようにあのやはり離れてしまうとやっぱ認識は難しいといったことになります。で最後にこの3つ目が、残響除去を行ったというので、まあ、少しあの完璧に正解してるわけじゃないんですけど、まあ、あの近接マイクで撮った時と、まあ、にちょっと近づいたあの結果になっていると思います。まあ、このように残響を除去することで、まあ、うまく音声認識を行っていこうということをやっています。